こんにちは。天文アカデミー、堀秀夫です。今日は悪い評価の削除の方法ですね。まあ、普通に考えたらこっちに非がある場合でも、まあ、私が悪いにしょうがないなと、引っ込んでたんではカードが取りにくくなってしまいます。FBA を使っている限りにおいては、ほとんどのケースで、悪い評価削除できますんで、例えば、商品をよく確認しないで、あるいはね、これ新品で無理があるかなと思って新品で売ったら、案の定中古じゃねえか、開けた跡があるとかね、あるいは検品しなかったからね、不足部品があったとか、まあ、明らかに中古だって形でクレームがついちゃった場合、例えばですけど、発売日、日本のね、Amazon をチェックすると発売日が出てきます。あるいは、商品を検索すればですね、いつ発売になったかっていうのは比較的簡単にわかります。まあ、この時5年以上前の商品であれば、古い商品なんで、開けて確認しましたというので、まあ、たやすく悪い評価を消されることがあります。それからね、商品の状態が悪かったっていうのも、まあ、新品で無使用、使ってないから新品で売ったけど、それは古い商品だから、まっさらのね、先月できた商品と同じようにはいかないよというようなことを主張すると、それで通ることもあります。何しろ、商品そのものが悪いのはしょうがないと。だけどそれは、しょうがない。俺のせいじゃないと。商品が悪いんだと。商品のせいにしてしまえば、少なくとも、悪い評価がついたのは消せます。ですんでね、諦めずに悪い評価を消す作戦は考えますんで、こういうので悪い評価ついちゃいましたという場合はですね、お気軽にご相談ください。以上、天文アカデミー、堀秀夫でした。